こんなことしなくても堂々と家庭訪問すればいいのに本当に美人かどうかこの目で確かめてからだ。なんせお前ら中学生は人生経験が不足してるからな。本当の美人っていうのが分かってねえかもしれない。おい、写真は。うん、確か運動会の時の写真に村井くんのお母さんが大きく写ってたのがあったような。何、お前もどこだな。違うよ、これ。いいから、それごと見せろって。 今出すから。話せっつんだよ。おい、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 お
先生! 先生? うっせーな、なんだよ? ん?母ちゃん、何ボケっとしてんだよ! プリオ! あの子、あんたの学校の生徒だろ? 先生って… いや、どっかの塾の先生だろ? それより俺腹減ってんだよ! 早く晩飯作ってくれよ! なあ、あ、もうこんな時間か。ごめん、今作るよ。まずい、母ちゃん見られた。あいつは来る、間違いなく。チェイス、家庭訪問に来ました。すいません、まだ国王が帰ってなくて。なに、構いませんよ。二人きりで大人の話しましょう。そして、そして。お、女で一つで子育てを。それは大変でしたね。ええ、何かと手のかかる子で。これからは私が村井君のお父さんになってあげましょう。ああ、いけないわ。教師と保護者の間にそんな。全てを脱ぎ去れば一人の男と一人の女ですよ。ああ、そのセリフに弱いのよ。何やってんだい、クニオ。あの変態教師のことだ。間違いなくうちに一番に家庭訪問に来る。くそー、どうすりゃいいんだ。おい、みんな、うちのクラス家庭訪問なしだってよ。本当か。ああ、職員室で他の先生が話してるのを聞いたんだ。まあ、何してもラッキーだぜ。村井、ちょっと。なんだと？本当か？暗くてはっきりは見えなかったらしいんだけど、サイコ？うん、あれは鬼塚と村井くんのお母さんだったわ。そういや、昨夜電話がかかってきて、しばらくどっかへ出かけてたけど。だとすると怪しいわね。とっても親しそうだったもん。村井くんのお母さんなら鬼塚とも合いそうだし。あんな野郎に母ちゃん渡してたまるかよ。たとえどんなことがあっても裏切るんじゃないよ、菊池や吉川みたいに。わかってる。ならいいけどね。かいってまあ、家庭訪問なんてただの儀式だからよ。やってもやんなくてもいいだろう。まさか母ちゃん、こんなバカに気を許したり。いやけどちょっと男を見る目には不安があっからな。そういうわけでうちのクラスは家庭訪問はなしだ。親には適当に言っといてくれや。なんだよ村井、ちょっとぐらい付き合えよ。ああ、今日はパスしとくよ。悪いな。母ちゃん。ああ、クニオ、今帰り？ちょうどよかった、ちょっと出かけてくるから。母ちゃん、その格好どう？
なかなか似合うでしょ。とても中3の息子がいるようには見えないだろ。そんな格好してどこ行く気だよ。デート。ガー！遅くなるかもしれないから、好きなもん取って食べていいからね。で、デートだ？まさか。まさかとは思うけど、デートの相手ってのはあのバカじゃねえだろうな。なんだあいつは。あっ、なんだ、ただのナンパ野郎か。いや、確か仕事先の知り合いだよな。なんで脅かしやがって。母ちゃんのデートの相手はあの人か。俺はてっきり鬼塚のやつかと。お母さん、お待たせ。なに、遅いぞ、ほら。いや、お母さんとデートだと思うとつい興奮していろいろと何してまして。ま、立ち話もなんですから。ささあの子、私が中2の時の子供なんだよね。中2っすか。中2っつうと13歳。その頃の私ってすごく一途だったから、これは産まなきゃって思ってね。へえ、すごいっすね、13の時にそう思うなんて。でもそれからが大変だった。子供ができたって分かった途端、相手の男は逃げちゃうし、親からは感動もんよ。まあ結局実家を出てこの東京でアパート暮らし始めちゃったんだ。だからだと思うんだけど、あの子昔から大人の男って信じてないんよ。自分に都合が悪くなれば逃げ出す、それが大人だと思ってるみたい。都合が悪くなれば逃げ出すか。でも無理もないかもね、男親ってのを知らないから。くそー、一体二人で何話してんだよ。お客さん、そろそろ何か注文していただけませんか。ああ、いいよ、俺はこれだけで。ちょっと、あんた、そうはいかないんだよ。ジュース一杯で何時間も粘られちゃ商売上がったりだ。ジュース一杯でも客は客だろうが。国よ、あんた何してんのよこんなところで。やべえ。さてはお母さんのことが気になって後をつけてきたんだな。非行少年じゃなくて美行少年っつうわけか。ねえねえお母さん、今のうまい、うまい。美行少年と非行少年をかけて。たまたま通りかかっただけだよ。母ちゃんこそこんな野郎と何やってんだ。こんな野郎って言い方ないだろ、あんたの担任の先生じゃないか。謝んな。こんな野郎に頭下げられっかよ。そんなんだから男に騙されんだ。後で泣いても知らねえからな。けっ、国よ。超ムカつくぜあの野郎。何が美行少年だ、ふざけやがって。絶対ぶっ殺してやんぜあのクソ野郎。お前もそう思うだろ藤吉。で、二人を残して帰ってきちまったのかよ。おうよ。それって最悪のパターンじゃねえか。あ、だってよ、村井のおふくろさんデートに行くって言ってたんだろ。大人がデートってことはよ、当然食事の後行くとこ決まってんじゃねえか。行くとこってホテルだよ、ラブホラブホガーッ。鬼塚の野郎、母ちゃんに手出したりしたらぶっ殺してやっかんな。ああ、さっきのお二人さんならとっくに出て行ったよ。なんかえらく盛り上がってて次の店に行くとか言ってたけどね。まさか母ちゃん鬼塚の野郎と。
赤ん坊とかできてたりして。ほら、クニオ。お前、妹だね。そしてクニオ、私がお前の新しいパパだ。お前は今日から鬼塚クニオだ。ガーン。はぁ。やだー。あの茶髪野郎、ぶっ殺してやる。